今回のテーマはトレーニング初心者が最初に始めるべきトレーニングとはです。ビス先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回こちらは、メルマガ登録者の方からの、ご質問となっております。はい。こちらは50代男性の方からの、ご質問です。はい。私は最近、フィットネスクラブ、スポーツジムですね、通い始めたんですけども、うん、まあ、ジムにはいろんなマシンや、あとはウェイトトレーニングといったもの、ダンベルとかですね、といったものが、あります。すごく充実はしてるんですけども、実際どこからこうどのように始めていけばいいかが正直分かりませんと。なるほど。その点についてちょっとプロの、ビス先生にお聞きしたいと、はい、ご質問です。よろしくお願いします。はい。多分ウェイトトレーニングっていうのは、まあ、全部ね、あのマシンだろうが、あのダンベルだろうがウェイトトレーニングなんで、フリーウェイトトレーニングだと思うんですよね。フリーウェイト、うん、はい。おそらく大体のジム通うと最初マシントレーニング勧められるんですよ。よくあるマシンですよね。そうですね。例えばチェストプレスだったりとか、まあ、レッグプレスとか、はいはい、足を押すマシンですね。ああ、ありますよね。うん。ああいうの勧められるんですけれども、はい、悪くないんですけど、私だったら、まず最初に、まあ、ダンベルとかバーベルのフリーウェイトトレーニングをお勧めしますね。うん、あ、逆にそっちですか？そっちですね。でも、ちゃんと理由あるんですよ。はい。っていうのが、マシントレーニングっていうのは、もう結局、まあ、ある程度形決まってるじゃないですか。そうですね。で、そこに私たち自身がこう合わせなくちゃいけないんですよ。あ、マシン逆に合わせると。そうです。はあ。でもそうじゃなくて、あのダンベルとかバーベルっていうのは、うん、まあ、あの私たち自身にあの道具を合わせてくるんですよね。だから私で言うと、まあ、関節ここは硬いんだけども、こういう角度だったらトレーニングができるぞとか、はいはい、まあ、各々もう個人個人に合わせたトレーニングが可能なんですよ。あ、そうなんですね。うん、意外と柔軟にこう対応できる器具っていうか。そうですね。うん、意外ですね。そうですね。だから、まあ、結局あのマシンで効かせられない、結果が出ないっていう方でも、はい、ちゃんとフリーウェイトトレーニングを覚えて、うん、まあ、そこで効かせる感覚だったりとか、うん、自分 の、まあ、あの体格の、まあ、自分の体格に合わせたトレーニング方法を覚えることによって、はい、その後にマシン行ったりすると、まあ、マシンでも、うん、もうその時の感覚を覚えてるじゃないですか。そうですね。だから、あ、このマシンだったら、じゃあこの肘の角度だなとか、このグリップ位置だなとか、より正確に合わせることができるんですよね。あ、そうですよね。うん、よく思ったらそうなりますよね。あ、そうですね。ただやっぱり多くの方が悩むのは、はい、そもそものじゃあダンベルとかバーベルのトレーニングができないっていうことで悩むと思うんですけども、はい、あ、そうですね。うん、だからこそ、まあ、最初はね、あの、いいトレーナーをつけてもらって、はいはい、あの、そういったダンベルとかバーベルのトレーニングをしっかり覚えてもらうと、より効果的に結果、まあ、体の改造、肉体改造がですね、できるようになるということですね。ああ、なるほど。うん。あ、それが一番効率いいですね。早いですね、そっちは絶対。へえ、うん。まあ、不安も、この方もそうです。初心者なんで、あるとは思うんですけども。そうですね。多分、最初もじゃあ、ジムの方からオリエンテーションとかでマシンをご案内されちゃってる可能性ありますよね。うん、そうですね。まあ、大体は、やっぱりマシンだと、うん、まあ、投げっぱなしでいいっていうんですかね。ああ。じゃあ、これやってくださいねって言ったら、トレーナーが見る必要ないんで。確かにそうですね。うん、ああ、なるほど。じゃあ、この方への、まあ、ご提案としては、ちょっとフリーウェイトの方でもトレーニングできるように、そうですね。そのジムのトレーナーさんにご相談、まあ、そのジムの中に一番見て、あ、このトレーナーがいいなと思った人にお願いして、ですよね。うん、やってもらった方がいいかなと思います。ああ、なるほど、なるほど。わかりました。ビス先生、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。このチャンネルではダイエット情報や、ロジカルで効果的な筋トレ法、美容に役立つ栄養やマッサージ情報なんかも続々と公開していきたいと思います。なかなかですね、一般の方が知ることができない、暴露情報なんかも公開していきたいと思いますので、気になる方はですね、ぜひこちらのチャンネル登録ボタンを設置しました。こちらになります。真ん中にドーンとありますね。こちらで、すぐチャンネル登録をお願いいたします。また、その他の情報ですね、動画では配信できない情報なんかは、メルマガにご登録いただいたあなたには、しっかりとお届けしたいと思います。メルマガ登録は、その概要欄に準備しております。こちらですね。今後もより良い情報を公開していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。